はい、わかりましたね、はい、これどうこのこれどう、もう完璧な日の通りですね。あ、完璧です。どうも、山田さんです。今回はコラボ動画でございます。何のコラボ動画かと言ったらですね、お肉のコラボということで、はい、日本ハムさんとコラボ、こちらです。鶏肉なんですね。普通に売られている、ブラウラのものではなくて、桜姫っていう鶏肉なんですよ。めちゃくちゃうまい。色めっちゃ鮮やかでしょ。桜色に、なるようにですね、飼育されてるんですけども、通常の鶏肉より臭みがすごく少ないんですよ。今回はこのいいお肉が手に入りましたので、桜姫を使ってですね、最高に美味しい至高の鶏チャーシュー作っていきたいと思います。普通の鶏もも肉でもできるんですけども、この臭みの少ない桜姫を使っていただくと、より至高の鶏チャーシューを作ることができますので、今回はですね、そのチャーシューの付け方やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。それではですね、材料紹介いっていきたいと思います。まずは桜姫のもも肉でございます。こちらを使っていきます。丸々1枚ですね、はい、350g ぐらい、のものが多いので、それを1枚使っていただければ構いません。薬味として、ニンニク、2かけ生姜、ニンニクと同量だから1かけ 5g ぐらいだと思うんで、ニンニク 10g と、生姜が 10g、 あとは調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。今回はですね、桜姫とのコラボということで、美味しそうな桜色してるじゃないですか。この桜姫の美味しそうな桜色に対抗するために、僕を桜色にしていきます。はい、ということで、僕を桜色にしていきます。乾杯。まだ桜色じゃないと思うんですけども、多分あの動画の終わりぐらいには桜色になってると思いますので、はい、それではやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。薬味からやっていきたいと思います。生姜なんですけども、これ、ね、スライスしていきます。はい、香り付けなんで、お肉と一緒にね、漬けていきますので、こういう感じでスライスで、香りが出るようにしていきましょう。これね、すりおろしとかだと、あのお肉にね、香りがつきすぎてしまうんで、スライスぐらいが一番いいと思います。ニンニクなんですけども、潰していただいて、はい、僕はいつも包丁で潰すんですけども、包丁が怖いなっていう方は木とかで、はい、こうやってやると完全にこう潰せますんで、酒瓶とかでも大丈夫です、はい。もし、皮とかこうはみ出た部分が気になる方は取ってください。ただ僕皮好きなんで取らないです。ちょっとあのもも肉って厚いところがあったりするんで、ここを少しだけこうやって、開くような感じね、開いていくと、火の通りが良くなりますんで、それでもね、そんなに真っ平らにしなくても全然平気です。で少し開いてあげるぐらい厚さを、結構均等にしたら、これで大丈夫です。はい、僕ここだけしか切りませんでした。いいお肉なんでね、もうこのままいただいちゃいます。はい、タレを作っていくんですけども、もうこれはね、全部ぶち込むだけなんで、すごく簡単です。今回1枚で作りますんで、小ぶりの鍋を用意してください。2枚の場合もこれぐらい小ぶりの方がいいと思います。2枚でやる場合は調味料を全部 1.5 倍ぐらいしてくださいね。そうするとあの結構つかりやすいので、で、まずお醤油ね、大さじ4、みりん大さじ4、はい、お酒大さじ4です。お砂糖ね、こちらが、大さじ2杯、これで甘みつけていきますね。旨味調味料ね、3振りだけ入れます。はい、グルタミン酸を入れて、お肉の旨味を、アップしていきます。鶏肉の旨味ってね、イノシン酸ですんでね、ここにグルタミン酸が入ると美味しさが跳ね上がるわけですね。ニンニクと生姜、入れちゃいます。はい、唐辛子はお好きな方だけでいいです。ピリッと辛いのが苦手だな、あの辛いのちょっと苦手だなっていう方はあの入れなくても平気です。はい、僕はね、ちょっとあのこの唐辛子の辛みと香りを効かせた方が好きなんで、これ使っていきます。これね、最初に沸かしてタレを作っていきます。煮汁のタレにつけていきますんで、一旦沸かしますね、これね。でこれを沸かして、少し煮詰めることによって味が凝縮しますし、あとお酒と、みりんのアルコールも飛んでいきます。香りがこの煮汁に出るんですね。めっちゃいい匂いしてます、この時点で。このタレ最強のタレです。火加減さえ皆さんで調節できれば、今回もも肉でやってますけども、桜姫のね、あの胸肉でやることもできます。その場合はですね、胸肉はちょっとあの厚いところ切り開いてからやってくださいね。一煮立ち、させていきます。ニンニクと生姜とこのお醤油のね、タレの甘い香りがしていきますんで、この香りでいただきます。
桜色になってる。このつけダレ、を最初に用意していきます。通常の鶏チャーシューであればこのままつけたりするんですけども、今回はね至高の鶏チャーシューなので一手間加えていきます。今フライパン温めてます。ちょっと強めの中火ぐらいです。でここにですね油、あ、ほんと少しです、小さじ1杯ちょいぐらい、フライパンに流していきます。はい、皮目だけ最初に焼いていくんですね。皮目焼いていくんですよ。これによってですね皮が香ばしさを持ってですね仕上がりが全然違ってきます。この一手間でですねかなり変わってきますんで、これはねぜひやっていただきたい。皮目だけで大丈夫です。これは皮から油が出てくるんですよ。カロリーも少しカットされますね。ほらさっき小さじ1杯の油しか入れてないといっぱい出てきて、これね鶏の油なんですよ。でこの鶏の油捨てないでくださいね。これねチャーハンとかに使えますんで、これチー油ってやつです。チャーハンとかね野菜炒めとかに使うと美味しいんで取っておいてください。いい色出てきたな。ね、焼くときねちょっとね抑えめで、いってあげると全体的に綺麗な色がつきます。このいい香りで飲みます。はい、もうこれぐらいかな。じゃあ分かりますかね。はい、ここにこの身の部分ね、身の部分入れてください。皮はパリッとしてます。これでだいたいね1分、冬場はね1分半ぐらい一回ね沸かします。沸いてから1分加熱します。はい、沸いてきましたね。沸いたら弱めの中火にしていただいて、ポコ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 いってますね。この状態で蓋をして、1分から1分半ぐらい、冬場は1分半ぐらいやった方がいいかもしれないです。1分半煮ていきます。1分煮たのがこちらになります。はい、まんべんなくタレを染みさせたいんでこれね、ちょっとこうひっくり返して、つけながら、このままずっと煮ちゃうと鶏肉って硬くなっちゃうんですよ。1分煮てもう火結構通って、でも中まで通ってない感じになるんですよ。この状態で蓋をして火止めちゃいます。火止めて、このまま1時間、できれば1時間ですね。このままちょっとあったかいところに置いていただいて、鍋の余熱でじわっと火を通していきます。はい、火を通すことによって非常に柔らかい鶏チャーシューになります。途中蓋開けて煮汁を吸収させるために一回ひっくり返して30分このままで、30分だったらひっくり返してまんべんなくつけていきます。はい、それではできましたので、1時間経ちましたのでちょっと開けていいかな。いいとも。はい、30分経った時に一回ひっくり返しました。だから全体的に味がすっごい染みて、ほらこのこれどう、このこれどう、この絶景で飲めますね。こんな感じで絶景なんですけども、1時間放置してあるんで温度が足りないんですよ。少しね沸かしていきたいと思います。あんまりグツグツ煮ないでいいです。せっかくじわりじわりと、鶏の内部まで味を入れてやってるんで、じわっと温まるぐらいでいいです。鶏肉自体を温めていただくと非常に美味しい仕上がり。ただこれ鶏チャーシューなんで冷たいまんまでも美味しい。最高の至高の鶏チャーシューでございます。カットしていきますよ。美味しそうですね。どうですかこの仕上がり。はい、もう完璧な火の通りですね。あ、完璧です。完璧ですね。で、この時点で切った時になんかめちゃくちゃ赤いなとか感じたら少し煮てくださいね。肉もね、注意書きしてると思いますけども、常温にした鶏肉の方がいいです。で、中があったかいの確認してくださいね。あったかければもう全然平気なんで、今はこれ最高の鶏チャーシューの、仕上がりになっております。はい、まあまあ盛り方なんですけども、もうせっかく綺麗にできたんでね、はい、こんな感じで、お、こんな、あー、どうでしょうかこれ、かうまそう。白くなってるか確認してくださいね、皆さんね。はい、タレをねちょっと煮詰めてここにかけてあげると最高です。これこのタレをここにもうねかけていくと、このタレは鶏のうまみも全て入っておりますんで、たーっとかけちゃいましょう。煮汁は鶏肉料理はねマジ自信あるんで、はい、あ、こんな感じですかね。青があってもいいんで、パラリと、かあ、かわいいですね。至高の鶏チャーシュー完成でございます。
それではできました。いただきます。ありがとうございます。絶対うまいでしょ。ちょっと拭っていただきます。やわらか、めっちゃうまい。鶏臭さっていうのも全くないですね。漬けが1時間ぐらいなんですけども、それにしてもね、味がギュッと染みてますね。めちゃくちゃ美味しいです。唐辛子の辛みとニンニク生姜の香りもすごく相まって最高ですね。皮を1回焼いて香ばしさをつけてるので、くどさがないですね。油抜けてますんで、これね、ご飯にのっけたら最高ですよ。これ味にしていきます。ラーの油です。はい、トマシャンをね、これをやると一気に中華が出るので最高。鶏人間、うまいっす。いただきます。やっちゃってください。マジでうまいっす。味うまいでしょ。煮ても柔らかくなるんだよ、もちろん。やっぱ繊維がちょっと硬くなっちゃうから、俺はこの状態がいい火入れをしたステーキみたいな食感。うわ、じゃあやばいよ。一切れで一杯飲めますね。ステーキももちろんいいんだよ。この肉の食感を一番感じられるのってこの調理法じゃないのかなっていうふうに思うんですよね。掛け算になってるじゃないですか、いい肉とこの火入れの仕方、調理法で丼にバッと乗っけて、ゆで卵かなんか乗せて、あと煮詰めたタレかければ最高の鶏チャーシュー丼になるから。まあ湯煎で低温調理みたいなやった時、ここまで柔らかくならなかったっすね。湯煎もね、いいんだけども、今回は鍋で火入れをしながら味を染みさせていくっていうようなやり方をしたんで、いや本当最高でした。ごちそうさまっす。はい、ということで今回の至高の鶏チャーシューいかがでしたか。めちゃめちゃ柔らかくてジューシーな桜姫の美味しい肉質を感じていただきたいですね。今回ご紹介した桜姫はですね、概要欄に記載している URL から飛んでですね、詳細を、確認できましたので、気になる方、気にならない方もぜひこれチェックしてみてください。またですね、桜姫は今年の5月に20周年を迎えることになったみたいですので、3月から特設サイトやキャンペーンも始まるみたいですので、ぜひチェックしてみてください。